アメリカ株しか今のところは投資先としては考えにくいですね、うん、余計な手数料払わないインデックスファンドで世界株かなんかに投資するやつがいいですよっていうのがまあ答えになりますねいってらっしゃい40代はお金を貯めて、まあ、投資をした方がいいと、えー、おっしゃっていますなるけさんこれご説明をしていただいてよろしいですかねえっとねこれ僕の実体験なんです、はい、今までの間 まず生命保険には一本も入ってないんですはい。一度も入ったことない一度もないですね、はい、からいわゆる貯蓄的な貯金、はい、定期預金とかも一回もないんです、うん、日本の株式銘柄もダイレクトに買ったことはないんです、はい、ただしアメリカのスタートアップ、まあ、IPO をしたてのの会社に投資をし続けたのが 40歳ぐらいの時ですかねちょうど、はいうん、その頃アムジェンとかですねジェネンテクとか、はい、今でいうとこのいわゆるバイオテクノロジーの会社が出たばっかりの時で,、うんうん、でもう一つ例えばフュエルセルテクノロジーっていう燃料電池の,あのセルを作ってる会社、うん、これはちょうど30年ぐらい前ですかね日本の株式っていうのは毎年せいぜい上がっても10%とか大型株の場合ですよ、うん、10%とか20%じゃないですか。10倍20倍になりますから、うんうん それはもう全然比較対象にならないですね。貯蓄にしておくとゼロですよ。万が一インフレになろうもんなら、毎年一パーセントずつ減っていくんですから。で、しかも政府はインフレにしようとしているんですから。まあ、なるとは思いませんけどね。なので、あのアメリカ株しか、今のところは、あの投資先としては考えにくいですね。日本の見切りをつけたのって、どういう理由だったんですか。もう。結局ね、あのアメリカの株式っていうのは全世界の人たちが買ってるんです。ああ。 つまり中国人も日本人もアメリカ人もイギリス人もフランス人も買うからアメリカの株が上がるんですねもう単純なことなんです買い手が多いと上がるで日本の株式は日本人だけが買うんです中にはまあ機関投資家で証券会社とかねファンドが買うのもあるんだけど個人買わないですよねだからね上がらないんですよやっぱり上がり幅が絶対全然もう違う株価が上がるってことは資金調達しやすいわけで彼らはものすごく資金を使うので アマゾンのように毎年何兆円の土地積み投資ができるようになるわけだからしたがって彼らはさらに大きくなるっていうそういうそのサイクルに入っちゃうんですねこれはもう構造的にどうしようもないんでまあお金を投資するとしたら個人的にはアメリカの会社しかの株式しかちょっと考えられないですねこれから5年後はインドのスタートアップにも注目した方がいいそうですねこれは価格優位の問題で中国の株式 分からないわけですよこれから中国の共産党がどう動くのかも分からないな、はい、台湾問題で下手したら戦争を起こりかねないっていう人も出てくる始末ですからもはやもうカントリーリスクの塊みたいなもん、うん、それに比べるとグローバルに先ほど通りの日本人もアメリカ人もフランス人もイギリス人もちゃんと理解できて投資できる先としたらインド企業ですね、うん、英語で発信していてしかもあのプロダクトはグローバルに。 ディスビーションされててるっていう今で言うと、まさ、あまあ、にワクチンメーカーですよね。はい、経済の動きって、はい、割とこう、ふわふわしてるわけじゃないですか。はい。うん、だ実際、バブルが起こって、ええ、僕のところに来るふわふわした人たちも、ライン上にいっぱいいるわけですよ。はい。で、そのふわふわした人たちから、仮想通貨って何買えばいいのって言われたりとか、<laughs> <laughs> ええ、<laughs> はなりたいな。<laughs> なんか株が上がってるらしいけど、何買えばいいのとか。ええ 来ますよね。来ませんううまあ、それは来ますよね。何が儲かりますかとか、うんうん、いつまで上がりますかとか、いや、ちょっとこう待った方がいいですかとかっていう種類の質問は多いですよね。うん、真面目に答えると、そのタイミング、例えばこう日経平均が上がるとか下がるとか、うん、株を増やした方がいい、減らした方がいいとかっていうのは、えー、こういわゆるこう何十兆円も動かしてるようなプロでも全くわからないし、 例えば、下がった時に、こう、上がるっていうのは、こう、あの、観察してみると、ほんの、こう、何日かなんですよね。大きく上がる日っていうの。うだから、下がったところで、こう、株売って、しばらく様子見とかってしてると、ほとんどついていけなくなるので、上げ相場も下げ相場も全部付き合うっていうつもりで、あの、置いておけるお金を置いておいてください。 ただその形はあの余計な手数料を払わない、えー、インデックスファンドで世界株かなんかに投資するやつがいいですよ。 っていうのが、まあ、一応、こう、公式的な、あの、こというか、オーソドックスな、あの、こう、まあ、答えになりますね。今の皆さんが貯金をするっていう考え方、貯金は当たり前でしょっていう考え方は、ほぼその、太平洋戦争の戦費調達のための郵便貯金が多分元になってますね。株、うん、なんかやるやつは、博地したぐらいな感じで言われてるじゃないですか。えー、だけど、全然そんなことはなくて、昔は。その庶民に対しては借金額だって言いながら、実はこれ、だから、銀行とか郵 郵便局からするとこれ逆なんで銀行のバランスシートって逆なんですよ。貸、うん、借対照表って言うんですけど、うん、貸方型借り型って分かれてて、大体、はいはい、資産の部に現金とか銀行預金っての来るんですよ。うん、左側ですね。で、右側に、の上に、負債って言って借金。うん、長期借入金とか短期借入金。で、その下に資本ってあるんですけど、うん、これ、実は銀行のバランスシートって逆で、預金が借金。うん借金 右側にあるんですよ。お客さんから預かってる金は負債なんですよね。資産の部の方に貸付金があったりとかするんですよ。え、つまり銀行は庶民から借金をしてるんですよね。だから要は巨額の資金調達をするための仕組みなんですよ。個人から。だから要は僕たちは貯金してるっていうのは銀行に金を貸してるようなもの。 今超低金利時代じゃないですか。0.01%とかで銀行に貸してるんですよ。僕たちお金を。バカみたいな話じゃないですか。だったら自分で事業とかやった方がいいんですよ。自分で商売やった方が全然利回りいいから。 で、なんと言っても、借金ってチャランできますからね。昔、なんか俺、歴史の教科書で、特政令って見て、モンゴルが攻めてきた時に、御家人とか、武士たちがさ、みんな借り出されて行くわけですよ。で、その時に、みんなやっぱり、全国から駆けつけるんで、お金かかっちゃって、武士たちが困窮して、借金返せなく、首回らなくなっちゃったから、特性令つって借金消しにするぞ。桃鉄にもありますね、特政令カード、0円になる。あれって、今は、普通に制度としてあるわけですよ。自己破産したりとか、 会社だったら民事再生法とか会社構成法があって倒産したりとかできるんですよ。えー、そしたら借金チャラになるんですよ。もちろん、チャラにした後、ちょっとその銀行のカードが作れない、つまり借金ができないとか、ペナルティはつくんだけど、うん、別にその人権を奪われるわけでもなく、普通の市民生活はできるし、必要最低限のお金は現金は残せるんです。うん、なので、別に失敗してもゼロに戻るだけなんですよ。だから借金した方がいいんですよ。うん、借金は悪だっていうのは絶対その頃に作られた道徳です。会社経営では当たり前なんですけど、えー、レバレッジを効かせる。レバレッジってはテコの現金。 ですね、だから手持ちの資金が50万円100万円ぐらいだったら、うん、まあ普通の人でも用意できるじゃないですか、うん、会社始めるんだったら1000万ぐらい必要だなって言ったら借金すればいいんです。 借金の制度もいろいろあるんです。広告の融資とか、うんうん、信用保証協会の保証制度とか、いろいろあって、会社を作りやすい制度っていっぱいあって、うん、そこで1000万ぐらいだったら、どんな人でも借りれるんですね。それで、レバレッジをかけて、手持ちのお金が100万円だったとして、うん、1000万で会社を作って、初年度500万円の利益が出たら、5倍じゃないですか。人手、うんね、の5倍になるわけですよ。100万円銀行に預けても、101万円にすらなんないんですよ。1年経って。 バカバカしいったらありゃしない。消費者金融で借りても上限金利15%ぐらいですよ。<え>昔はもうすごかったんですから。30%とか50%とか100%とかの時代もあったわけですから。<え>今15%ですよ。 個人だってカードローンの枠何十万ぐらいあるじゃないですか。借金した方がいいに決まってるじゃないですか。<ー>人生を有限なんですから。ね、よく言うじゃないですか。なんか夢を叶えるために貯金をしようみたいなこと言うんだけど、5年間貯金しました。1000万貯金できました。なんか始めようっていうのと、今100万しかないけど900万借りて1000万の仕事始めようった5年得するわけじゃないですか。5年間でやれることっていっぱいありますよね。あと特に若ければ若いほど。体ね、元気だし。自由きくし。うんくね、20代の5年間と40代の5年間。 うすね、こういう話をすると怒られるんですよね。